久保さんなんか映画から学べるものってたくさんありますよね。うん。そのまあベトナム戦争もねすごい惨事だったと思いますけどまあまな,、うん、なんかねその今のアメリカ大統領なんでしたっけなんかアメリカ大統領が言ってたんですけどなんか僕たちは歴史から学んだ,学んだと。 今、ロシアがやっていることは、どうのこうのっていうね。これは、まあ、なんか、違反していると。うん。まあ、確かに、まあ,あの、そうなんだけども、結局、結局ですよ。結局、うーん。まあ、これは難しい問題なんですけど、結局、うーん。 いじめっ子をいじめるみたいな <laughs> 結局いじめてるやんっていうね <laughs> いじめっ子をまたいじめるっていうねうんまあこれはまあ難しい問題ですけどね難しい問題なんだけど本質まあ言葉ではねまあそうなんだけどもでもいじめっ子いじめてるよねっていう <laughs> この難しい問題ですね うん。な人間つうのは結局学んでるようで学んでないってことですね。<laughs> 学んでるようで学んでないっていう。うん。何が正解なんでしょうね。い、うん、ってらっしゃい。